雷喫先、本名雷正沖は中国人民解放軍における模範兵士とされる人物の一人である。湖南小持条件の出身、児童団や少年先法隊に入り活動する。1957年には中国共産主義青年団に入り、中国各地の農場や工場で作業をするなどの奉仕活動を続けた。1960年、 人民解放軍に入隊、直ちに輸送隊に配属された。しかし1962年8月15日、両年小部巡下地花区で電柱を輸送中のトラックを立て直す、作業中頭を強く打ち死亡した。わずか22歳での殉職だった。武巡がみなり喫先記,記念館死後、毛沢東などの共産党指導者の言葉を引用した日記が発見され、 雷喫先は軍人の思想的モデルとして大きく取り上げられるようになった。1963年3月5日に毛沢東によって高雷喫先同士学習運動が始められた。このスローガンは文化大革命中各種新聞や学校教科書で盛んに用いられ、雷喫先は模範兵士として無視の象徴として偶像に祭り上げられた。 その後も今日に至るまで政府のキャンペーンで何度も用いられており3月5日は雷喫茶器に学ぶ日として学生たちが公園や街路の掃除、老人ホームを慰問するなどのボランティア活動の日となっているまた雷喫茶器の出身地の調査と殉職地の部順では雷喫茶器記念館が開設されているありがとうございます